どうもマンチュージャーです,、えっとですね。楽天の2018年の年報について語ります。まず外野手ですね。ペゲーロが、えー、2億円、島内宏明が5500万円、岡島剛朗が4400万円、聖、え、澤、ー、亮が3750万円、柳田慎太郎が1900万円ですね。はい、次が内野手ですね。今,江年少今江年少が えー、年初2億円、ウィーラーが2億円、藤田和也が、えー、と1億1000万円、銀次が、えー、と1億円、茂木英五郎が6400万円。で、次が保守ですね。えー、島木弘が1億円、細川亮が2000万円、足立雄一が、えー、1800万円、石峰正が、えー、1100万円。で、当初ですね。 えっと、岸隆行が3億円、即本高弘が2億5千万円、松井裕樹が1億4千万円、福山宏之が1億2千万円、ハーマンが1億円、美馬学が8千万円、唐、え、島、ー、るが4千2二百万円、塩見高弘が3千8八百万円、高梨大平が、えー、と3千0 0万円、はい。終わります。